この動画では学生が実際に起こしたリチウムイオンバッテリーの短絡事故の様子を再現します。安定化電源を用いてリチウムイオンバッテリーの充電を行っていました。充電完了後、安定化電源側のケーブルを先に引き抜きました。そして引き抜いたバナナプラグを何の処理もせずにその場に放置してしまいました。これだとむき出しの端子部分が周囲の胴体と接触する恐れがあります。次にもう一方のケーブルも同様に引き抜き、これもその場に放置してしまいました。するとケーブルの反発力で端子同士が接触してしまい、バッテリーが短絡してしまいました。バッテリーが短絡した際には大きな破裂音とセルからの液漏れが生じ、バッテリーの温度が急上昇しました。短絡から数分間経った後でも温度は90度くらいありました。幸い実験時はバッテリーをケースの中に入れていたため周囲への被害はありませんでした。ケースの大切さを再認識したそうです。安定化電源側のケーブルから取り外すのではなく、バッテリー側のケーブルを取り外せば先ほどのような短絡事故は発生しません。通常の電子回路の実験などでもそうですが、ケーブルの接続順序なども実験を安全に行うためには重要です。またケーブルが接続されている状態で端子をむき出しで放置するのは非常に危険なので、そのような状態にならないように工夫しましょう。簡易的にはテープで端子部分を保護したり、ケーブルを固定するなども一つの方法です。最適な方法ではありませんが、何もせずむき出しで放置するよりもはるかにマシです。余談ですが、安定化電源を使ってバッテリーを充電した後は接続しっぱなしにするのではなく、ケーブルを取り外しておきます。そのまま放置しておくとバッテリーのエネルギーが電源内部で消費されて過放電状態になる恐れがあります。電源内部では出力オフ時のコンデンサの電荷を引き抜くためのブリーダー抵抗や放電用回路が入っており、これらによってバッテリーのエネルギーが消費される恐れがあります。試しに安定化電源の出力端子間の抵抗値を測定すると、この電源はおよそ2メガオーム、こちらの電源に至っては300オーム程度しかありません。バッテリーと安定化電源を接続しっぱなしで放置すると、これらのような抵抗成分によってバッテリーのエネルギーが失われてしまいます。バッテリー専用の電源装置であれば対策が取られているので接続しっぱなしでも問題にはなりませんが、汎用の電源はそうではありません。注意しましょう。先ほどの実験で使用した学生自作のリチウムイオンバッテリーの側面を見てみます。セル電圧を個別に測定したり、セルバランスを行うためにネジタイプの端子がハンダ付けで取り付けられています。しかしこのような構造は何かと危険性をはらんでいます。第一に、ネジを回すときにセル同士を接続しているタブにストレスがかかります。機械的なストレスによってスポット溶接が剥がれたり、ハンダが剥がれたりする恐れがあります。第二に、ネジを回すときにドライバーで短絡事故を起こす可能性があります。リチウムイオンバッテリーを扱う際にはこのような工具による短絡事故については十分に注意する必要があります。工具は基本的に金属製です。ナットでセル同士の端子を接続するような場合はスパナで短絡事故を起こす可能性もあります。バッテリーは電流制限機能がなくオフすることができない電源と同じです。バッテリーを扱う際には可能な限り絶縁工具を使用するようにしましょう。次は電源装置の背面端子の誤接続によるバッテリー短絡事例です。多くの電源装置では前面パネルの端子以外に背面にも端子があります。こちらの電源装置では背面端子にケーブルが接続されています。前面パネルと背面パネルのプラス端子同士をテスターで確認してみると導通していることがわかります。マイナス端子についても同じく導通しています。このように前面と背面の端子は電源内部でつながっています。ちなみにこれは電源に限った話ではなく電子負荷でも同様です。電子負荷装置にも前面と背面の両方に端子を備えているものが多くあります。前面と背面の端子をテスターで確認すると導通していることがわかります。こちらの電源装置でも同様、前面と背面の端子は装置内部でつながっており、テスターでの導通が確認できます。この装置の背面には電源端子に加えてリモートセンシング端子もあります。プラス S やマイナス S と書かれたプッシュイン端子がリモートセンシング用の端子です。リモートセンシング機能を使わない場合、プラスやマイナスと書かれたプッシュイン端子とリモートセンシング端子をジャンパ線で短絡します。ここで単にプラスやマイナスと書かれたプッシュイン端子と電源取り出し用の大きな端子をテスターで確認してみます。するとやはり導通していることがわかります。これを踏まえてバッテリー短絡事故の事例について見ていきます。これは学生が書いた事故発生時の血栓図です。前面パネルとバッテリーをこのようにケーブルを用いて接続しています。問題は背面パネルのリモートセンシング端子です。本来はマイナス S とプラス S の端子をバッテリーと接続すべきなのですが、不注意でこのマイナス端子をバッテリーのプラス側と接続してしまっています。このような誤血栓によりバッテリーが短絡してしまいました。
こちらの手書きの赤い破線は学生が考察した短絡経路ですが、正しくはありません。リモートセンシング端子の中身は計測回路なのでハイインピーダンス入力です。ハイインピーダンスの回路にはこのような短絡電流は流れません。本当の短絡経路はこのようになります。結局のところ前面パネルのマイナス端子と背面パネルのマイナス端子は電源内部でつながっているので、こちらの誤って接続した背面のマイナス端子をきっかけにバッテリーがこのように短絡してしまっているわけです。このような短絡事故はバッテリー本体だけでなく電源装置内部にも大電流が流れるので電源装置までも破壊してしまう恐れがあります。幸い電源装置は故障しなかったそうです。これ以外にも電源や電子負荷装置の背面端子絡みでトラブルがよく起こります。特に複数人で装置を共有する場合は注意が必要です。例えばある人が背面端子にケーブルを接続して実験をし、その後ケーブルの処理も何もせずそのまま放置することがよくあります。大学の研究室などでは悪い意味で日常的な光景です。そして次に別の人が前面パネルの端子を使って実験をしている最中に背面の未処理のケーブルが何かのきっかけで短絡したり周囲の金属と接触したりなどすると悲劇が起こります。電源装置やバッテリーを用いた実験ではちょっとした不注意が大きな事故につながります。横着は厳禁です。十分に注意を払って実験をしましょう。